はい、えー、こんにちは。即課塾の久保です。小池都知事がまた面白いことを言い始めました。まあ、いわゆるね、通勤電車を止めようという話ですね。えー、もう夜の街もダメ、あそこもここもダメ、時短営業もダメ。でも、一層電車を止めちゃえってことなんですよね。まあ、考えてみたら、電車でクラスターって起きてないですよね。というか、クラスターが起きてないってことにしてるんですかね。 うん。あのー、この感染拡大が叫ばれて、当初、立花隆さんとか、堀江貴文さんとかもそうですけども、だったら電車止めるよ、みたいなことは一発目で出たんですけども、うん、確かね、2チャンネルの広きさんも言ってましたよね。東京駅なんて、毎日250万人使ってるのに、一番最初に止めなくちゃいけないんじゃないのみたいなことを言われてました。確か広きさんだったと思うんですけどね。で、小池さんが今まで気づかなかったのかなこれは。何なんでしょうね。 で、夜もダメ。じゃあ、通勤、昼もダメ。朝もダメってことで、東京都から人を排除しようという作戦なんでしょうか。怖いですね。ちょっと、もう一個の方の記事を読んでみると、今日のツイッターのトレンドなんですけども、うん緊急事態宣言が出た直後、通勤電車あ、寿司詰めということでございます。今日も混んでますということでね。えー、緊急事態宣言は、電車が緊急事態ということでございました。どういうふうなことになってるんでしょうか。まあでもね、なんと言いますか。 これほどの3密があっても、うん、まあ、GoTo なんとかが大丈夫っていうんだから大丈夫なんじゃないかな、というふうなことを言い出す人もいるでしょう、これ。だからね、あの、菅さんはじめ、専門家っていうかね、専門家でも何でもないと思いますけども、あの辺の、年を取った方が言われた話っていうのは、全てが矛盾だらけで、立て付けが、もう、ボロボロなんですよね。 だから何を信用すればいいいんだだみたいなねだから緊急事態宣言ですよって言っても全然緊張感ないしで、えー、もうね外食をやめましょうって言ってもいやお前らが食ってんだろうみたいなね <laughs> で、えー、あれですよね医師会の方も政治家の皆さんがまずはね、えー、そういうふうな外食をやめることもう集まらないことみたいなこと言われてましたけども難色示して4人以下だったらいいんじゃないのみたいなこと言い出す人もいて何なんだよって話ですよね <laughs> ということで、えー、今日もね 面白いニュース満載でございました皆さんまた会いましょうでは失礼します